はい、どうも武田です。本日はブラックムーンに来ておりますが、片桐さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はなんで俺を呼んだんですか？そうなんですよ、ちょっと紹介したいのが、はい、ぜひあるので、はい、何でしょうか？はい、今回はあのニューエアロが完成したので、ぜひこちらを。ニューエアロってエアロってここのこと言うんですよね？そうです、はい、今回あのバンパーエアロでここががっつり変わったので、それのご案内させていただければ。ちょっとエアロ厚めに聞きますけれども、はい、全体の仕上がりがかっこいいから。めちゃめちゃかっこいいくらいですね。全体もちょっと詳しく教えてください、はい、お願いします。ちょっと細かく知りたいです。はい、よろしくお願いします。ちょっと今日いろいろこうお話ししたいことが多いので、はい、ちょっとカンペもご用意してるので、それね、それは正式な情報をお届けした方がいいから、はい、いきましょう。はい、これがニューエアロ。これが、はい、そうなんですよ。今回はい、新作という形で、はいはい、作りました。フェイスが違うんですよね。フェイス全く変わります。一応これ車種が160系のプロボックスなんですよ。はい、ああ、だから俺は50系ですから。武田さんは1個前の方の50系のタイプなんですけど、これは160系で、今トヨタの方でも新車で販売されてる車になります。なるほど。確かにそれを言わなかったら、はい、プロボックスとさえ思わない。そうですよね、はい、うん。いや、このエアロかっこいいですよ。これ、なんかラブフォーとか。あ、そうなんですよ。ちょっとこれ後で話そうと思ったんですけど、はい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 、ごめんなさい、はい、いや全然大丈夫です、はい、デザイン的には、はい、ハイラックスですとか、はい、あとラブフォーとか、うん、あとタコバ。あ、はい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 、北米仕様の車たちをオマージュして作ったデザインになります。だからあの北米のトラックとかの。そうなんですよね、めちゃめちゃかっこいいですよね。はい、それなんだ、かっこいい。そうなんですよ。ここの六角形って言ったらいいですかね、はい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 、ここを強調させたくて。なるほど。でこの周りの塗装は、はい、ツヤありなんだ。ここツヤありで今回製作しました、はい、いや、ツヤありいいな、はい、ツヤありよか、なんかマットな方が俺かっこいいと思ってたって今まで。じゃあ後でマットのタイプもご用意してますので、はい、思ってたんだけど、はい、この仕上がり見たらツヤありの方がいいですね。ツヤありもいいですよね。でここの塗り分けで この六角形のここのグリルの部分が大々的にデザインが浮き出るので、はい、うん、かっこいいよこれ、はい、でここはやってるんですか？ヘッドライトもこれちょっと加工したので、ちょっと一回ライトつけますね。何これ U の字ですよ。うわ、すごい。今ライト全部つけました。これ普通で言うとここだけでいいってことですか？はい、そうですね、プロジェクターのここの目のところが、はい、これがロービームとハイビームの役割になってます。で LED のこの U の字が車幅灯ですね。あ、なるほど。じゃあより運転しやすくなって、かなりデザイン性も上がってるんだ。そうですね、はい。ちょっとこの U の字の正面から見たら、あ、めちゃくちゃかっこいいじゃんこれ。レンズ越し大丈夫ですか？すごい明るく。あ、でも大丈夫です、ね、いい感じですね。で下にフォグランプみたいなの。下に、はい、フォグランプも今回これ LED にしてます。じゃあちょっと暗い道も行け。もうそうです ね、はい、やっぱり通常のハロゲンより LED の方が、うん、光がこうまっすぐ飛ぶので。え、純正のプロボックスも下のライトあるんですか？下に、オプションで付けれます。あるんだ、これかっこいい。これカラーは？これカラーが、ベンツのカラーなんですよ。ベンツなんですか？ベンツなんですよ。ちょっと今回特殊な色なんですけど、はい、クエブロベージュっていう色になります。はい、あ、グレーじゃなくてベージュ？グレーじゃないんですよ。グレーに見える。すごいいい色なので、これから流行ってきそうな感じですね。流行りますよね。流行りますね。これなんか CX5 とかでも似た色ありません？そうですね、はい、うちで作った CX5 に似たカラーなんですけど、はい、ベージュっていう名前なんですけど、うん、ちょっとこう高級感があって落ち着いた。いや、高級感あるのよ。プロボックスじゃないよな。やっぱりこの色にするんだったらマッドじゃない方がいいな。このあたりもやっぱり黒の方がちょっとこうより高級な、高級感ありますよね、はい、塗り分けになるので。これをマッドにするとちょっと群物っぽい、もうちょっと重厚感出ますよね。アーミー感が、はい、出るような感じになります。まあ、そっち好きな人もいるか。もう全然ありだと思います。でちょっとサイドラインの方は、はい、今回オーバーフェンダーとかをつけて。あ、つけてんだ、はい、でホイールもエクストリーム J さんの今回、はい、ちょっとブロンズ系でボディもそっち系の色だったので、こういう風な感じで合わせてみたんですけど、結構いい感じにまとまってる。いい、これなんか全体がもうこれでいいですよね。はい、なんか
こうやってやってたら、はい、あこれいいじゃんって言って、はい、トヨタがそのまま出しそうですよね。出しそうですなんかあのあれ、ハイエース、ハイエース、ハイエースとか、ね、ハイエースもそのアースカラーでベージュだったり、ね、アーバンカーキで出ましたよね。出ましたね。やっぱりすごい人気みたいですよ。やっぱそうなんだ、はい、これブラックムーンちょっとチェックされてるんじゃないですか、トヨタから。あいつらいいの作るねっつってマジでこれのプロボックス出たら、はい、これめちゃめちゃ今回あのすごい、これめちゃくちゃかっこいいですよ。でここはマッドにしてんだ。これマッドに、はい、塗装しました。でサイドのプロテクターのところもライン、はい、これもつけてます。あこれつけてるんですよね。これもつけました。もともとないんですよ、ここサクシードにしかないですよね、はい。でトヨタの純正部品でプロボックスとサクシード用のが出てます。あなるほど。だからサイズもぴったりだから、はい、違和感ないですね、はい。でアウターハンドルも塗って、アウターハンドルとかも塗装してますね、うんうんうん、はい。でここも黒くしたいよって人はできますもんね。あこの、はい、ピラーのところ も、 ここから上とかも。でもこれの仕上がりがいいんじゃないかな、はい、全然もうまとまった感じで仕上がってるので、ね、ちょっと後ろも回っていい。後ろ行きましょうか、はい。後ろもね、運転してる自分は見えないけど、で後ろも今回、はい、あのまあ、エンブレムですとか、はい、ガーニッシュ、はい、とリアバンパーと、このちなみに下のところも、あ下ついてる、何これ。プロテクターもうちの自社のオリジナルになる。そうなんですか、はい、すげえ。これも作りました。急に SUV 感出ますね。出ますよね、はい。よりこれいいな。できる限りこうごつくっていうのも。なるほど。これ50系にはつかないですもんね。50系どうだろう。160系のタイプだったんですけど、ちょっとじゃあ今度やってみましょうか。かっこいいですよねこれかっこいい。だからこれつける分には別に1個こう車幅が出るわけでもないし、はい、そこまでこう突起してるわけではないので、ね、これかっこいいな。ちなみに今回ちょっと右側をあえて黒のホイール、なるほど、うちでも結構定番のスチールでやったんですけど、はい、ちょっとこうより武骨さが出るかなっていうので比較として、はい、やってみました。あこっちのパターンももうこれもありですよね。かっこいいですよ、はい。こっちは少しこうすっきりした印象で、うん、オーバーフェンダーもこっちは1回なしの状態ですと見え方もまた変わってくるので、うん。なんかこれ前あのサーフ紹介してもらった時のナロースタイルみたいな、あに近いですね。ハイラックスサーフとかも、ね、はい、すっきりさせる作り方とかもあるんで、すっきりさせるといいですよね、はい。あこっちも好きな人いるかもな。そうなんですよね。あのちょっとこうごつすぎちゃうっていう方にはこっちのスタイルの方がいいかもしれないですね。でプロボックスを外装高級感にした場合、はい、中高級なのと思うじゃないですか、はい。で今回こちらがほら高級感あるんだよ。ハンドルをウッドのタイプに、なるほど、変えました。このねやっぱウッドのタイプここあると運転しやすさ変わるんだよな。高級感すごい変わってきますね。いい。でシートをヴィンテージのタイプに、うん、本当だ本当だ。で2列目も本当だ。革が最初からやれ感あるんだ。ちょっとヴィンテージ感あるんだ。ヴィンテージの、はい、タイプになります。全然中もすごいこう高級が、ね、高級感ある、はい、高級感あるのにヴィンテージ仕様だからおしゃれ感がある、増しますよね、おしゃれ感も、ね、ほら全然50系と全然違う高級感がいやあえてあの室内灯の LED も、はい、ハロゲン色の LED なんですよ。あこれ、はい、室内だけこれプロボックスこれにした方がいいかもしれない。すごい明るさも出てくるのでいいですよ。なんかレトロ感を考えて黄色っぽく、はい、俺はそのままやってるじゃないですか、はい、でもこっちの方が絶対使いやすい。全然違いますね。使いやすい。マジでいいじゃないですか。これはかっこいいな。エアロかっこいいですよね。おすすめです。これからうちもバンバン出していくので。あこれはね、はい、だから皆さんこれかっこいいなと思ったらあれですね、早めに来ないと。そうなんですよ。ぜひあのうちでもそのエアロの、はい、まあ、制作できるこうタイミングですとか、うん、あとは、新車の販売もすごい今力入れてまして。なるほど。あこれ新車からやってるんですか。こちらは新車ベースです。あーなるほど、はい。でグレードがこちらはガソリンの F グレードっていう、うん、はいはい、あの F が一番上なんですよ、うん、でそこのグレードで一応これだけやってちょっとざっとの価格なんですけど、はい、320〜330万円ぐらいの感じですね。新車をこのフルカスタムして、 はい、その値段でいける、はい。であとはそのグレードで例えば F より下の GL ですとか GX、うん、あと G っていうのがあるんですけど、うんうん、そこでまた価格差も
だいぶ変わってきます。なるほど。だからこれちょっと早めに来ないと、はい、まあ遅くてもやってはくれるけど、もちろんです、はい、伸びてはしまいますもんね。そうなんです。今トヨタからでも、はい、弊社の方に入ってくるのにも、うん、やっぱりちょっと時間かかっちゃうんですよ。なるほど。なのでできればお早めに、ちょっとお早めに来て、はい、来ていただければ、まあね、それで絶対決めなきゃいけないわけじゃないから、相談だけでもね、お早めに、はい、させていただければ。でプロボックスがめちゃくちゃ並んでるんじゃないですか。今日ちょっといろいろ見ていただきたくて、こっち行った方がいいですか。どっち、こっち、こっちはマッドなんだもんな。マッドです。でこれが、なるほど、フロントバンパーをマッドにして、全部マッドにした形で作った。じゃあここも黒くしてですね。もうライトも、はい、今回結構こう黒系でビシッとやりたかったので。あ、かっこいいね、はい、またちょっと違った印象で見えますよね。かっこいいです。でもこれあれですね、ここだけツヤありにするとかもできますよ、はい、ここの中の部分ちょっといろんなパターンやっても良さそうだな、はい、これはいいですよ。これもライトも先ほどと同じような感じで、一回ちょっと LED がついてます。 LED ついてます。あーかっこいい。今 ちょっとやっぱ未来っぽくなるですね、はい、LED だけにしたんですけど未来っぽくなるな本当に。うん、かわいい。でこっち行きますか。こっち行きましょうか。一回じゃちょっとライト消しますね、はい、これもいいじゃん。これはエアロが違うのか。違うんですよね、こうフェイスね。これフェイスは純正のままなんですよ。そうなんだ、はい、あ、じゃあフルカスタムしなくてもでもこのかっこよさになるんですね、はい、カスタムとしてはこう出せるので純正バンパーで、うん、ここのバンパーだけをこうマットブラックにして、はい、あとはライトノーマルの状態ですとこちらのように透明の状態なんですけど、はい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 、それをクリアの、そっか、はい、ちょっとレトロ感出すんだ。レトロ感、はい、ワンポイントでこういったクリアオレンジっていうのをやりました。確かにプロボックスをこれベージュですか。ベージュです。こちらちなみに色はスズキのシフォンアイボリーっていうカラー。シフォンアイボリー、はい、あー、なんか元々のプロボックスに近くしてる人流行ってますよね。流行ってますね、最近。なんかそのままの良さで乗ろうもいますよね。いますね、はい、だから両方できるってことだ。できます。全然違うものにするか、全部こう、はい、変えてっていうので。でこっちは、こちらはもう純正のカラーを生かして作ったんですよ、はあ、あ、じゃあほぼ純正に近い。ほぼ純正に近いです。はあ。ただこう黒だけでも全然こうかっこよく仕上げられるので、はい、確かに。で今回リフトアップ、これはこちらのベージュのはリフトアップをしたのでちょっとこう高さが若干違う。あ、そうですね、アウトドア仕様にちょっと、はい、でこちらはホイールを。なるほど。あ、全然違う車みたいになるんだ。これだから足回りだけやってるってだけでもかっこいいですね。足回りとあとは室内のシートとハンドル変えてます。あ、それだけでもここまでいけんだな。そうなんですよ。で こちらも一応新車ベースでやってるんですけ ど、これでも240万円ぐらいとかで製作できちゃいます。いけるんすね。グレードによってはもっとこうお安くできたりもしますので。なるほど。どこまでやるかだな。そうですね、これ、はい、もう本当プロボックスカスタムが、うん、楽しみますよね。でもあー、やっぱりこっちかなこれはマジかっこいいな。あと武さんもう1台、はい、そこにあるのが、これもかわいいパターンもいけんだ、はい、そうなんですよ。今回一応全部お見せしたのが160系のタイプなんですよ、はい、でいろんなフェイスができるので、こちらも当店のオリジナルの丸めのバンパーになります。こう丸めね、可愛くなりますね。そうですね、はい、だいぶこう印象が変わるカスタムになりますので。だから家族で乗る方はママのためにもこっちでもいいかもしれないですね。ちょっとこう可愛らしい製作に、ママが乗っててもいいですもんね、はい、でこっちだったら高級、ちょっとこうかっこよくっていう感じ。うわー、どれにしようでもまあこれ選べるんですもんね、いろいろ、はい、製作できます。こんだけモデルがあったら、いや、これはいいっすよ。いいですね。なんかまあ新車からもできるし、はい、中古でもできるし、はい、中古ベースでも全然できます、はい、予算から言ってもらって、その予算だったらここまでできますよもいけますね。そうですね、はい、そういった形でまずはご相談いただければ、はい、その価格の中でどれぐらいっていうのができるので。あ、いいですね、はい、じゃああとは、タケトの YouTube 見たよって言ったらなんかサービスが。あ、そうですね、いつも何かあるかもしれないので、かもですからね、はい、これはね、はい、ということでぜひ、はい、いやでも俺はですよ、俺の好みはこれだな、はい、うちもこれからバンバン押していきます。これはかっこいいです、はい、で一応名前が、はい、今回ブルームっていう名前で
打ち出していきますので。なるブルームっていう車体ってことですか、はい、いや、このエアロの名前ですね。なるほど、はい、このエアロがブルームという、はい、ブルームつけたいんですけどとかでお問い合わせしていただければということで、はい、お問い合わせは、ブラックムーンの片桐さん宛てに、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、さようなら。